大型ネコ科動物の代表でもあるライオン、トラ、ヒョウなどは特定危険動物とされています。保護されたこのような動物を飼育していたとしても、万が一攻撃されたら命の危機に瀕することもあります。そこで今回お伝えするのは、飼育員さんと動物との心温まる話です。メキシコの首都メキシコシティには、ブラックジャガーホワイトタイガー財団があります。ここにはサーカスや個人所有などでひどい扱いを受けた猛獣たちが保護されています。その日常の一コマが公開されました。ライオンたちがまったりとくつろいでいる輪に入り、腹を出しながら甘えてくるホワイトライオン。そのライオンを撫でながら楽しいひとときを過ごしている飼育員。背後にはトラの姿があり、さらにその後方には何かを狙うヒョウの姿が。そうです。たとえ人慣れしているとはいえ、猛獣としての本能には抗えません。大型ネコ科に背中を見せること。それは魔のだるまさんが転んだ開始の合図となるのです。ライオンの群れの中でホワイトライオンを撫でる飼育員。ところが背後には背中を見せられたら黙っていられないヒョウのダーマの姿がありました。しかしそんなダーマの動きをずっと監視していた動物がいました。ちょうどダーマと飼育員の中間に寝転んでいたトラのアズトランです。アズトランはダーマが飛びかかろうとする寸前でその動きを捉えたのです。和気あいあいと撮影をしていた飼育員。アズトランがいなかったらどうなっていたのか。アズトランもまた動くものを追うという野生の本能に従っただけかもしれませんが、いずれにしてもアズトランに命を助けられる形となりました。じゃれついているライオンたちと同じように、このヒョウも遊んでいるつもりだったのかもしれませんが、大型動物が少しでも本気を出せば人間はひとたまりもありません。何はともあれ何事もなくて本当に良かったですね。また元飼い主に放棄された爪を抜かれたヒョウ、今では施設で飼育員さんに甘えながら幸せに暮らしています。アメリカ・カンザス州にある大型ネコ科の動物保護施設で、人間にピンポイントのもふりをおねだりする愛らしいオスのアフリカヒョウがいます。彼の名はブールー。ブールーは2000年に生後5ヶ月で保護されて以来、この施設のスタッフに心を開き、たっぷりと甘えながら暮らしています。高い運動能力を持ち、獲物を狩ることで知られるヒョウは野生で暮らすことが望ましいです。しかしブールーには野生に戻ることができない悲しい事情がありました。ブールーはブリーダーの下で育ち、生後間もなく愛玩用に一般家庭に売られ、大切な爪を除去されてしまったのです。こうした過去がありながらも、懐っこく優しいブールーは彼を心から愛する人々との交流を楽しみ、のんびりと過ごしているのです。ベテラン管理者スティーブさんに、ここ、ここ、とばかりに巨大な肉球で模倣されたいポイントをアピールします。これは一般的なヒョウには見られない行動だと言います。頭をもふられつつ、喉を鳴らしてうっとりと息を吐くブールー。ブールーが爪を失ったのはおよそ17年前のことです。ブリーダーの元にいたブールーは、生後3ヶ月でロットワイラーの成犬2頭の遊び相手を探していた一般人カップルのペットになりました。ところが鋭い爪を残らず抜かれても、ブールーは理想のペットにはなれませんでした。ヒョウの彼には飼い主を圧倒する力があり、予想を裏切られた飼い主は乱暴で攻撃的すぎるという理由で彼の飼育を放棄し、ブールーはわずか2ヶ月後にこの施設に運ばれました。ヒョウの爪を奪うことは人間の指先を切り落とすことと同様で、野生への道を永遠に断つ残酷な行為です。機敏で小柄ながらに力強い体のヒョウは優雅なクライマーです。しかし鋭い爪がなければ木の上の安全な場所で新鮮な食事をしたり、
木の中に静かに横たわって下にいる獲物を待ち伏せすることも困難になってしまいます。この施設で世話されるのは一度飼育下に置かれた動物のみで野生に放たれることはありません。ここはそうした過去を持つ猫科大型動物の精神面と体の健康を維持するために作られました。9歳の頃、ゆったりくつろぐブールー、カメラに関心がある様子。15歳になったブールー、大きな肉球を触られるのもまんざらではない様子。人間に傷つけられながらも人への信頼を持ち続けるブールー。スティーブさんのマッサージが大のお気に入りだというブールーは、今日も喉を思いっきり鳴らしながらうっとりしているに違いないですね。動物好きな人の憧れでもある飼育員さん。飼育員といってもただ動物の世話をしているだけではなく、健康管理や病気や怪我をした時などは最善を尽くすなど、その責任は重要ではありますが、世話をしている動物が懐いてくれることは嬉しいことですね。オーストラリアにある野生動物公園の飼育員によって、動物たちとの日常の様子が SNS でシェアされました。オーストラリアのニューサウスウェールズ州にある野生動物公園の管理者および飼育員をしている男性は、優しさと情熱で接してくれる多くの動物たちを SNS でシェアしています。独自の個性を持つ動物たちから学ぶことは、ひとえに愛と真の共感だそうです。チャド・ステープルズさんの一日は動物たちとの触れ合いから始まります。チャドさんにとって最大の宝は、20年以上携わっている野生動物公園の野生動物たちです。シドニーとモゴにある野生動物公園で2000以上の野生動物たちの世話をしているチャドさんは、動物たちに囲まれて人生を過ごすことに何より幸せを感じているそうです。経験豊富なチャドさんは、その日の動物たちの体調が一目で理解できると言います。実際に動物を理解することは非常に難しいことです。でもそれは時間とともに少しずつ分かってくるものです。動物は毎日絶対的な情熱を持って人間に接してくれます。彼らから学ぶのは主に真の共感だと言えるでしょう、とチャドさんは話しています。チャドさんは1年前に起こったオーストラリアの森林火災でも野生動物たちの救助に奔走しました。急速に炎が広がる中、パーク内の動物たちの避難を余儀なくされたチャドさんは、何としてでも動物たちを守り抜くことを決意しました。レッサーパンダや猿などの小動物は箱に保護して自宅へと運び込み、トラやライオンなどの大型動物も安全な囲いへ移しました。当時の激しい森林火災をまるでアルマゲドンのようだったと表現するチャドさんは、なんとかパーク内のすべての動物を無事に保護することに成功しました。これまで多くの野生動物の世話をしてきたチャドさんですが、過去には母親に飼育放棄されたコアラの赤ちゃんを親代わりになって懸命に育てた経験もあります。最初の数週間はチャドさんは夜中に3回起きて、哺乳瓶でアーチャーと名付けたコアラの赤ちゃんにミルクを与えながら育てました。現在アーチャーはパーク内のマスコットキャラとなり、個人の Facebook アカウントも持っているそうです。動物たちと触れ合いながら過ごすチャドさんの顔には笑顔が輝いています。決して優しい仕事ではありませんが、動物たちに愛を持って接すれば必ず愛を返してくれるとチャドさんは話しています。保護された動物たちにとってなくてはならない飼育員さん。命あるものを扱う仕事のため、その苦労は計り知れませんが、その反面、動物たちからの愛のお返しがあれば、そんな苦労も忘れられるのでしょう。
最後までご視聴いただきありがとうございました。